多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び方は7人しか務めた方がいいと思う。さくら、お前の気持ちはわかる。だが ここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。押せ。 7人衆、なかなかの相手だ。だが俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。また呼んでください。だが注意は怠るな。なぜこいつは刀を持っていないのか。こちらを油断させる作戦か。おら、 内藤牙の使い手、今雨に降り、やつらは絶対に動かない。雷の扱う忍びですか。動ると効果範囲に気をつけないといけませんね。クリアラレ騎士丸には注意しろ。強引に強盗の怒りの餌食だ。変わった武器を持っているようですね。アケビの人人に気をつけろ。本当の断りは、どんなガードも叩き潰すぞ。 なかなかのやり手のようだ。これは注意するべきだ。燃えてきた。呼んでください。お待たせ。 そいつはホオズキ満月。神主の中でも特に危険な男だ。アサッチジャンヌ。ただ者じゃない。アサッチジャンヌ。アサッチジャンヌ。 激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。 音の方角からするに、あの方向は。加賀先生。
ザブザ。待ってろ、そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺の受け取ったよ、ザブザ。ハク、お前たちとあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ今になるのはあるんだ。あの時のお前は迷っていた。その迷いこそお前の人となる証だ。これで最後だ。お前も白衣だ。人間として死んだ。もうこの世にいていい存在じゃないんだ。これで最後だ。よし。この子ごと俺を切るつもりか。どうしてだ。なぜついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない人を撃ってやる。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だなんだ、そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。で最後だ。大金総雷神。やってさく俺はよくよくいい拾い物をしたもんだ。大金総雷神。最後の最後まで俺を守る素晴らしい道具だったね。ザブザ、本当にお前はそう思っているのか。ハクは俺にとっちゃ道具の一つに過ぎねえ。俺のために戦い、俺のために散る、俺のためだけの道具だ。ふんふん。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。これで最後だ。大金。これで最後だ。大金。総雷神。最後だ。大切り。もうこんな戦いはなしにしよう。
前らの死に様と涙は。できるなら、お前と同じ場所に生きてえな。俺も。お互いの絆、そのものだったよ。あいつら敵だったけど、俺、あいつら好きだった。俺もだよ。江戸天聖、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のカカシ、これより通りな通り暴れる。この戦場、俺の予想ならそろそろ。現地の情報部隊から連絡。カカシ率いる第三部隊が江戸天聖の忍びを相手に奮戦、攻勢に転じ敵の殲滅に近づいているようです。よし、やるな。さすがは畑カカシといったところか。まあ当然だな、あいつなら。第二部隊、第三部隊、そして第五部隊の戦闘はほぼ完了したと言っていいでしょう。どの戦場も我々忍び連合が勝利を収めています。思いのほか順調だな。ああ、逆に違和感を覚えるほどにな。奴ら暁はまだ奥の手を残していると考えた方がいいでしょうね。うん、次に動くとしたらダルイ率いる第一部隊が守る海岸線か、それとも砂漠地帯に陣取る第四部隊か。いずれにせよ夜が近くなっている。おそらくは次の衝突が今日の最後の一戦になる。頼むぞみんな。怪我人を連れて後方に下がれ。第五分隊は第三分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい、第七章、
死闘の海岸線。緊急報告。二次の砲撃、銀閣と銀閣の攻撃により第六分隊が全滅の危機です。銀閣と銀閣、あの滞在人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第六分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第一分隊が相手をする。は、行くぞ。金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。はい。あんた、ダルイ隊長、そいつは暁のカグズです。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。貴様と俺とでは戦闘経験に差がある。お前は今日ここで命を落としたのだ。よし、いくら傷をつけようが俺は倒れん。今だ、今だ。おっと、おっと、おっと。お前の強さは認めてやる。だが、ここまでだ。くそ、こっちは急いでるってのに。ずっと弱くどうしてやるんだ。間合いが広い。一気に距離を詰めてもらうしかないか。しばらくあんたはここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めねえと。ダルイ隊長、本部から連絡です。琥珀の城兵が送られるようです。琥珀の城兵、そうか、助かった。これであいつらを封じることができる。第六分隊に合流成功です。このまま撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の相手だ。
やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。おうよ金閣。魔性よい。よっしゃ。この状況を打破するにはどうすれば。必死に戦う。これほどの君がこれに未来はないな。金と銀が光っていたのももう前の時代なんすよ。いざ。ここまで抵抗する。ダルイ隊長。よし、あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しま、持っている者の呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちがこんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ、金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。どうした？
海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か？現地からも連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印、海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする？すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだな。ええ、この機を逃す手はありませんからね。